What's good, YouTube? It's your boy, Ray. 今日は皆さんに伝えたいことがあります。一つは、耳が今後出れなくなるっていうことと、あと、動画が削除されてる件ですね。その耳からの件から話すと、やっぱ耳ってユニークじゃないですか。変わってて、面白くて、で、愛嬌が良くて、みたいな。まあ、動画外だと、まあ、少し違うんですけど、彼の性格は。でもやっぱり動画内のあの感じなんですね。変わってて。で、その変わってるところが本当に仕事に影響を及ぼしてて、彼のその変わってる行動とか性格っていうのは、その一緒に仕事してる俺たちからしたらちょっと厳しいものがあってっていう感じなんですけど、まあ具体的に言うと、例えば、まあ基本的に自分のチャンネルをやってて、まあ助けてもらってる立場なんで、だいたい聞くんですよ。何時ぐらいに撮影できそうとか。で、そうなった時に、耳に何時ぐらい撮影できそうって、2時ぐらいだったら大丈夫だよって来て、わかったって。その時に俺が鳥に2時ぐらいだったら大丈夫そうって来て、2時ぐらい大丈夫だよって来たら、あ、この日撮影のスケジュールってなって、で、その日に確定するじゃないですか。この日にやるっていうのを。まあ実際、その2時に現場行って、耳がいなくて、まあ、そういうのは全然構わないですけど、自分もたまに遅刻するし、人に言えた立場じゃないんですけど、で、ドリに、え、耳どこ?みたいな。耳どこ?ってなって、ドリが、まだ来ないよ、みたいな。で、俺とドリが、とりあえずゲームするか?みたいな。で、UFC とか 2K とか始めて、で、1時間ぐらい時間潰して、まだ来ないの?みたいな。で、それで電話することになって、で、電話したら、全然出ないんですよ。まあ、出ないんですけど、もうやっと30分後に出たと思ったら、マジマジ。え、今日撮影あるよ。え?撮影あんの?いや、言ったじゃん。自分で2時って言ったじゃん、みたいな。え?知らねえよ、そんな。俺眠いから行かないわ。ガチャ、みたいな。今もう、他人からしたら面白いじゃん。そこで、なんだろう、行かないっていう選択肢を取れることが面白いんですけど、俺も面白いと思うんですけど、でもやっぱり一緒に働いてる立場からすると、なんだろう、厳しいじゃないですか、そういうことされちゃうと。なんだろう、それが彼の面白いところなんだけど、でもそういうことを繰り返されちゃうと、やっぱりね、難しいところがあって、でもこういうことが多々あって、まあ、他にも彼がやらかしたこともちょこちょこあって、で、俺の考え的には、だから今後、で、来ないのが分かってんだったら、そもそも俺と通りで撮ればいいじゃんと思って。で、それで、まあ、俺は、ドリーと2人でやることを決断したんですね。でも、そうなった時に、彼に、俺も今後、ドリーと俺でやるから、まあ、今後頑張ってねってなったら、その時に、俺に利益はもうないから、もう消してくれって言われたんですよ。なんだろうな、ちゃんと、やっぱり給料も払ってるし、単純に動画は残したかったから、あと、編集も時間かかるしね。そう、そういうのもあって、残したかったんだけど、まあ彼が辞めても、その動画をたまに振り返ってみたりとかもできたと思うから、俺は残したかったんですけど、でもやっぱり彼的には、なんだろう、消してほしくて。でも俺ちゃんと言ったんですよ。だから、出演料払ったよね?みたいな。で、彼が、払ったよ。払ったけど、給料もらう。でも消せって言われて。100点満点なんですよ、回答は。もう100点満点あげたいんですけど、その回答に、ね、回答に関しては100点ですよ、もう面白いから。でも、でも、なんつうんだろう、彼のその変わってる思考とか、ね、性格とかは、やっぱり自分とは沿わないものがあって。だから、これを機に逆にもう消すのを合意しようと思って。消して、まあリスタートしようと思って。まあチャンネル自体は消さないんですよ。ポジティブに考えて、もう普通に、まあ7万人からスタートみたいな。まあ YouTube 始める人って、まあ0人からじゃないですか。もう自分はこっからがスタートだと思ってて。だから普通に、
ね、7万人の人をこれからも、ね、楽しませるために動画頑張りたいと思うんですけど、まあそうなりましたね。 まあ本当に彼が好きで登録してくれてた人に対しては申し訳ないんですけど、やっぱり自分たちも人間なんで、約束を破られるとか裏切られるっていうことがただ続くと、やっぱりね、こうなっちゃうんで、まあでも本当に人生経験として、ね、自分はいいものを得たと思いますよ。まあこれからもね、応援してくれる人がいたら全然もっと頑張るんでお願いします。